こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は古中の天地乾坤のほかです。壺の中の別世界は私たちのこの世界を超えたところにある。世俗的な執着や妄想などを超越した誰にも近づけない悟りの別天地、古中は壺の中に存在していたという理想世界、人知を超えた悟りの境地の比喩です。前後から古中の天地乾坤のほかを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。